今収まってゲート入り完了、スタートしました。まずはサロッタスタート、芝からダートに移るところ、10番バガボンド、14番ロードエクレール、そして5番ナックドロップス、3頭広がって4番手13番ナムラフランク、外は並んで1番ファンヒル、その後ろに2番パウオレ、1馬身半後方15番イスラーネーロ、内は4番オメガシンフォニー、2馬身後方6番コバノパサディナ、あとは2馬身後方ムチが入って9番シャンブル、そして内3番セイカフォルゴーレ、あとは並んで8番レッドゲイル、外は12番クイーンズメリッサ、後方21番大勢ブレイズが行って3馬身後方に7番リッキーマジックの展開。600メートルは34秒0の通過、3コーナーから4コーナー、前は5番ナックドロップス、リードは体半分先頭、2番手は10番バガボンド、さあ残り 400m、 4コーナーから直線に向いている、3番手は13番ナムラフランク、さらには14番ロードエクレール、現在4番との一戦、あとは1番のファンヒル、そして15番イスラーネーロ、さあ200を切って前3頭広がって13番ナムラフランク先頭か、5番ナックドロップス、外は15番イスラーネーロ、そして1番ファンヒル、12番クイーンズメリッサ追い込んでくる、1番ファンヒル、そしてクイーンズメリッサ、内はナムラフランク並んで合理、前3頭激戦、13番ナムラフランク、1番ファンヒル、そして12番クイーンズメリッサ。